死ね。しばらく寝てろ。それでは。どちらまで。それでは。Yeah!
しばらく寝てろ。おい、どうした？屋上で男女が争ってるみたいっすよ。秋元、お前またやっちまったのか。そんな女なんかもうほっときゃいいんだよ。俺はお前の味方だぞ。バカなまねするんじゃねえぞ。キャお願いします。おじさん、おじさん、おい、
本くん、私たちが死んじゃったら、このお腹にいる新しい命はどうなるの？新しい命？そうよ、この子のことよ。なんだって？いつの間にそんなことに。もうどこまで言わせる気なの？だってまだ僕たちキスもしたことがないじゃないか。じゃあこのお腹にいるのは誰の子っていうの？なんで今までそんな大切なことを黙ってたんだ？秋元くんを驚かせようと思って。やっほー、今日からパパだー。おいとり水木ちゃん、秋元くん、行こう。俺、一生君に捧げるよ。うん、じゃあこれから同伴してお店でシャンパンパーティーね。そうだね。やっほー。あの人たち一体どこまで行くつもりなのかな。さあな。ねえ、なんという味だ、お前。
キリュウさん。はい。
ああ。それでは出発。それでは出発。行こう。もうすぐだよ。おじさん、おじさん、あれ見て、さくらだよ。はるかの知り合いか。違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。じゃあ社長、来期のドラマの件よろしくね。ああ、わかった。ずっと推しに任せてくんかい。綺麗な人だったね。何？
取らせやがって。待ってよ。時間食っちまった。時間食っちまった。
まさか。何事だ。あ？は？はあ。ああ何？おい。はあ。
手に決めるの。冗談じゃないわよ。ええ、お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの。私もう一人になりたくない。そうじゃない、俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら一人でも会いに行くよ。神室町までおじさんに会いに。はるか、さあ帰るよ。ちょっと待ってえな。ここまでしてわし空振りかいな。な、殺生な。わしの金の卵が、わしのダイヤの原石が。ごめんね社長さん。それや、それ、その笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君の仏教で。バイバイ。ほなさいなら。ってアホかいな、わしがたぶらかされてどないすんや。わしゃまだまだ諦めまへんで。ちょっと。ああ、行こう。待ってよ。あ、いた。どちらまで行かれますか。それでは出発。おい、いや、気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
気に食わねえな。待ってよ。何ガンつけてんだ。誰に喧嘩売ったか分かってんだろうな、これ。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。
あ、伊達さんを誘拐しただと。まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ。警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ二十数年前までは倉橋という名前ではなくジ・ヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々神言派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所は神室町の心臓部、ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。わかった。必ず行く。あ、そうだ。佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。まあ、来ていただければわかります。課長から連絡があって、伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。やつが神言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今神室町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。しばらくの間、近江連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、カオルは…そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。
そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。そのまま突っ走れ。Yeah!